はい、こんにちは、カツオンです。先日ね、狩猟者トーマスさんからね、鹿肉を食っていただいてね、それをちょっと冷凍してたのをね、少しね、煮込んで、ちょっとカレーを 作ってました。トマトはね、自家製ですね。鹿肉とトマトを煮込んで、ハウスのね、炒め玉ねぎペーストをね、ちょっと入れてね。はい、火止めて、で、アマゾンギフトでいただいたね、こう、あれ、カレールーね。美味しい。ちょっと普通にね、市販のルー使っちゃってんだけど。あ、じゃあ、まあ、これ飛び散りやすいよ、この鍋。よし。まあ俺もさ、ちょっとさ、まあ実はちょっとこう、まあカレー、あれだけカレー屋になるっつってたのに、なんかね、なんかまあちょっと少し頓挫して、まあちょっとね、かっちゃん広場に今夢中なんだけど、でもやっぱこう、まあカレー屋になるぜみたいに、まあ、言ってたのに、なんかちょっとなんかね、今はちょっと全然カレーやってなくて、まあちょっとね、自分でもね、まあ実を言うとちょっと情けねえなっていうかね、いうふうには、まあちょっと、まあうん、情けねえなっていう気持ちはあるんだよね、正直ね。まあ、いろいろ。まあ一度にやれることは限られてるっていうね、ことも、まあちょっと痛感したし。まあ絵の方もね、ちょっとなかなか最近描けてなくてね。まあ、結局動画投稿と朝生配信とね。まああとアルバイトと家事仕事で、まあいっぱいいっぱいになっちゃってる毎日でね。そんな中でもまあ、再生回数はちょっとね、前よりもちょっと伸びてて、まあ成長はしてるんだけどさ。チャンネル登録者も増えててさ。まあ成長は、こっちょっとずつずつね、成長はしてると思うんだけど、まあちょっとね、なかなかこう、まあ、俺もね、まあ、ちょっとずつしか進むことできてないですわ。絵もね、ちょっと前もちょっとか、ちょっとね、少しごめんね、弱気になっちゃったね。完成。よいしょ。これ、聖護院株ね、こう収穫した、一番大きかったやつの聖護院株ね、ちょっと皮むいて。ごめんね、ちょっとなんかこう、株でちょっとずっとね、冷蔵保存してたんだけど、ちょっと遅れました、ちょっと調理ね。ちょっとね、焼きます。ちょっと塩を少し振ってね。塩を振るとね、なんかやっぱ作物がね、食物がなんか喜ぶような感じがしますからね。味の道をね、つなげる塩ですからね。はい、聖護院株と鹿肉のカレーです。自分の弱さってなんだろうなーっていうね、何が欠乏して何がこう足りなくて自分はこう右往左往してこうね、あがいてるのかなーってね、やっぱりこう内観、自分と向き合って、自分の弱さをね、こう、向き合っていく必要があるのかもしれないですね。そうすることによってやっぱまあこう進んでいけるのかな。だからその他責のままではいけなくて、やっぱ人のせい、環境のせい、世界、世の中のせいっていうんじゃなくて、常にやっぱ自分に、自分のね、原因を探ってたくて、何がね、こう、足りないかな。何が変わんなきゃいけないかなとかね。他責ではなく、こう、内観で、やってる人だけが、やっぱりこう、人生前に進んでいけるのかもしれないですね。いただきます。株の上に鹿肉、みたいな。うまい、まあまあ。グッド。うまっ。あ、うまいな。まあね、自分自身が不安定になってしまったりもしますけどね。まあよく噛んで美味しいものを食べて、元気つけていきましょう。ちょっと整理しなきゃね。あ、冷蔵庫もだ。あー、ダメだ。整理しないとやばい。だよね、なんか。なんで片付けられないかな、なんで整理できないかな、俺。あー、ダメだね、全然ダメだね。ちょっと整理しないと。うまくいかないな、なかなかね、人生はね。
辛いね、なかなかね、うまくいかないっていうのは辛いな。まあでもその中でも自暴自棄になっていかないでね、まあコツコツできるとこからねやって自分を持ち直していくしかないんだよ。辛いな、辛いな。なんとかちょっとね、整理したけど、まぁ、あ、ちょっともうちょっとね、こう、あの定位置管理しないとダメで、ちょっと、まぁ、あ、追ってやっていこうと思いますけど。よいしょ。ちょっとなんか少し、楽になれたような気がする。前に進めそうな気がする。やっとね、オッケー。頑張っていこう。トマトはね、まだちょっと青いですね。リンゴやってね。こっちだけちょっとね、デカトマト、あ、桃太郎だけね、ちょっと少し、ビニールでね、ちょっと一緒に、リンゴと一緒にこう閉じてんだけどね。はい、まあそんな感じで、ちょっともうちょっとね、かかるね。なんか自分が告白されたのに、なんかちょっと付き合って、ちょっとしたら振られた、みたいな。自分なんか告白されたのになんか振られた、みたいな、なんかそういう人っているかもしれないんだけど、それって何なのかなって思うと、相手の中で思い描かれてた自分とこう実際の自分とのなんかこう違いっていうのをね、相手はねちょっと感じて、あれなんか違うなみたいな感じでこう冷めちゃったのかもしれないね。人ってなんかやっぱこう自分よりもこう高い位置にいる人にこう恋焦がれる、あなんか素敵みたいなさ、自分よりなんかこう、まあ、あえて高い低いっていうね、なんかいう言い方ちょっとしちゃうけど、差別的な言い方しちゃうけど、自分よりこう程度の低い人にはなんかこう興味がないっていうかさ、人間ってさ、恋愛においてさ、まあそういう、まあ自分よりなんか自分より価値のある人になんかこう、なんかこう一緒になりたいみたいなさ、そういうのあると思うよね。なんかその価値高い、なんか高い高みにいる価値ある人間とこう一緒にこうね、だって自分もなんか、なんだろうね、自分を満たしてもらう、自分を満たしてほしいってことなのかな。で、最初の頃、相手から見れば自分っていうのは、こう、高みにいる存在みたいに思われてたんだけど、で、告白されて、で、いざ付き合ってみて、自分もね、ちょっとやっぱこう、付き合うとなれたら、こう、自分のね、内面とかね、まぁ、ちょっとこう、まぁ、弱い部分とかね、まぁ、こう、まぁ、等身大のね、まぁ、赤裸々な部分とか、こう、ちょっとさらけ出していって、そうなった時に、なんか相手は、あれ？なんかちょっと、なんかそう、思い描いてたのと違うみたいな、なんか、別に普通の人じゃん、普通の人間じゃん、みたいな感じで、自分より高みにいる存在でなんかこう素敵だなって思ってたけど、いやなんか思ったような感じじゃなかったなみたいな感じで、ちょっとね、そこでなんかこう、現実とのギャップみたいな感じでね、ちょっとなんかこう、ときめかなくなっちゃってのかもしれないね。それで振られちゃったのもね。まあまあ、しょうがないよ、それは。うん。まあ、まあ、相手の未熟さでもあると思うし、で、それに対してね、こう自分がなんかこう、すごく、くさってなんかこう、すごくショックを受けて悲しかったとしたら、まあ自分のね、弱さと向き合うね、こう、機会だと思ってね、前向きに向き合えばいいと思うし、まああんまね、こう引きずらないで、次のね、まあ、より良い、まあ出会いに、まあ繋げていけばいいんじゃないかなと思いますね。はい、って感じでした。